次の方どうぞ。あ、どうも、こんにちは。はい、こんにちは。じゃあおかけください。お名前は？尾崎豊。尾崎豊。あ、本名ですか？本名。あ、すごいです。偶然ですね。え、何？その尾崎豊さんと。いや、そうそう、それそれ。同姓同名。うん、それ。I love you。あ、その人？そう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 。え、その方ではない。その方はもう、亡くなってらっしゃるんで。いや、生きてるよ。何言ってんの？あ、まあその、マインドはみたいな。まあ、いや、それはどうでもいいんですよ。はい。今日どうなさいました？今日ね、ちょっと聞いてくれ、兄ちゃん。イボできて。あ、イボですか？うん、そうそう。このね、人差し指のところにね、ちょっとなんかこう、イボできて。ああ、本当だ、そうですね。これちょっと欲しくて。ウイルス性ユーゼ。何それ？なるほど。あ、正式名称ウイルス性ユーゼって言って、まあウイルスの感染症ですね。あ、じゃあ取りますよ。え、これ卒業できる？これから。尾崎豊みたいに言わなくていいですか？言わなくていいの？大丈夫です、大丈夫です。本当に？はい。もう逃げ出せよ、今から。15年後。いや、尾崎さんじゃないですよね、だって。岡本さん、知ってます、ちゃんと見てるんで、カルテ。いやいやいや、その本名言うとは何ですか？じゃあ、ちょっと液体窒素、今から用意するんで、ちょっと待ってください。液体窒素って何なの、それ？液体窒素っていうのは、まあ、窒素なんですけど、マイナス200度ぐらいあって、えっ、ほんまに？それで、イボを焼いていくっていうような治療ですね。兄ちゃん、めっちゃシュワシュワしてる、これ。大丈夫です、もうそういうものなんで。炭酸水いっちゃうのこれ。炭酸水ではないです。炭酸水いっちゃうのこれ。健康に良さそうですけどね。でも違います。ファンタや。ファンタつけるのおかしいでしょ。これちょっとじゃあつけていきますね。マイナス200度ぐらい。マイナス200度だからね。じゃん、何言ってんの。いやでもよくだ。あ、でも実際にかさぶた取れるんで大丈夫ですよ。かさぶたなんで取れるんで。本当にやるのそれ。はい、いきますよ。冷た。冷たいよ、そんなの。まだやってないんで大丈夫です。やったよ、そんなの。まだ大丈夫です。確かに怖いかもしれないですけど。怖いよ、本当に。あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあちょっと思いっきり卒業できるの、本当に。これ卒業できます。本当に？はい、今の支配からも卒業できますから。うまいこと言うよ。じゃあいきますよ。ちょっと、あかんよ、これ。兄ちゃん、この服どこのブランドやと思ってんの、それ。いや、わかんないです。これどこの服やと分かってるかな。そんなのこれやったら、こう10やったらこれセリーヌ怒るんですよ。あ、セリーヌなんですか。そう。あ、大丈夫、セリーヌには焼かないんで大丈夫です。本当ですか。え、まあ、いや、もちろんなくなっちゃいましたよ。いやいやいや、そこを卒業してどうなりすんの、兄ちゃん。いや、蒸発しちゃいました、ちょっと。蒸発？そら、尾崎豊も蒸発したけどね。いやー、ちょっともう一回。いやいやいや、それ気なしかかる、兄ちゃん。もったいない、怒られるで、それ。いや、本当ですよ。いや、もうずっと、喋ってるから。いや、兄ちゃんずっと喋るからあるんですよ。誰か、そうなんだ。ずっと喋ってたらできへんの、それ。もうちゃんと集中せなあかん。いや、じゃあやりますからね、今度は。そうね、もう一回ちゃんとやって。